ナナ凍らせた方がいいな。ん？どうした？うん。フレッシュ。うまいな。これでも溶けちゃう。バナナを冷蔵庫で冷やしておいたにもかかわらずこんなに溶けちゃう。でもすごい美味しい。いちご味っていうことを忘れてましたね。いちごの味は消えます。バナナアイスですね。いちごのパナップが食べたい、バナナも食べたいっていう欲求は満たされません。これはもうバナナアイスです。もう完全にいちごの味はしませんね。言われてみればって感じでもないですね。これはバナナアイスです。うん、おいしい。またね、バナナが売れたらやろうかな。バナナ凍らした方がいいよね、きっと。でも凍らすと潰れないから、潰して凍らしたらダメかな。黒くなっちゃうから、まあなんか考えてみましょうかね。なんか知ってる方いたら教えてほしいですね。はい、以上、あのバナナアイスパナップ塩味で作ってみました。これおすすめっちゃおすすめですけどね。今だったら作る感じですかね。はい、ごちそうさまでした。さよなら。